はい、どうも、アットです。今日はですね、平日木曜日に行われます名古屋グランプリの予想をしていきます。まあ、メンバーですね、12頭となりまして、まあなかなか面白いメンバーが揃ったのかなと思いますね。とその前にまずこちらをご覧ください。まあ、私ですね、実はまあ先週からブログを始めました。まあ主な内容はですね、まあ動画でできなかった裏話、重賞予想、名古屋グランプリ、まあ、自信のある平場予想などをやっていきます。まあ、今週はですね、名古屋グランプリの、ブログをやっていきます。でですね、実際、チャンピオンズカップも、単勝的中いたしました。たった3点でですね、まあ、ここにある通り72のワイド生まれん、この単勝を推奨して、たったの3点で的中させております。まあ、そしてですね、地方に関してはクイーン賞もですね、3連複1点で、的中しております。まあ、そんなブログはどこにあるかと言いますとですね、概要欄からぜひお願いいたします。基本的にはですね、そのレースのある当日の朝か、まあ前日の夜10時ぐらいに更新しますんで、随時チェックしてください。まあなのでですね、いつ更新するかはまだちょっとわかんないんで、お気に入りとかですね、ブックマークにぜひ登録してもらえればありがたいかなと思います。はい、ではですね、詳しく解説していきます。まあ今回のですね、行われる名古屋グランプリ2100m ですね。もともとこのレースって名古屋競馬場で 2500m でやったんですよね。でも今年の3月で名古屋競馬場が廃止になって、まあ雇いのトレセンだったところが名古屋競馬場になったんですよ。なので実はね、移転したんですよ、名古屋競馬場。これね、意外と知らない方が多いと思うんですけども、僕もね、もう2回ほど行きましたけども、すごく綺麗な競馬場ですね。いいところです。何が前の競馬場と変わったかと言いますと、まずはね、ここです、直線です。直線が今 240m なんですよ。だいたい 50m ほど長くなったんですよね。で、西日本でなんか一番直線が長いみたいな競馬場になったんですよ。で、前の名古屋競馬場はすごい小回りで直線も短かったんですけども、今回の新名古屋競馬場はすごい広いです。なので外枠がね、すごい有利で、あとここが全然違って、差しがめちゃめちゃ決まるんですよ。大井競馬場並みに決まるようになったんですよね。なので今までは前しか来なかった名古屋競馬場がバンバン差し馬も来るようになったんですよね。まあその辺がちょっと今回難しいところでもあるんですけども、まあとりあえずね、移転したってことは覚えておいてください。はい、では詳しくやっていきます。じゃあまずは、ペーシャ S からいきましょうか。まあ前走はですね、 JBC クラシック3着でした。まあその時のですね、まあ帝王ケインズは、負けはしましたけども、2着のクラウンプライドがですね、またチャンピオンズカップでも2着になりました。やはりね、レベル高かったかなと思います。で、まあ、この3歳馬についてはですね、まあ、ユニコーンステークス買ってジャパンダットダービー2着じゃないですか。で、まあ、日本テレビ杯負けてると、まあ、この3走、まあ、重賞見た限り、なんていうんですかね、その直線が長くて比較的広いコースが僕得意なんじゃないかなと思うんですよ。東京、大井、盛岡ってそうじゃないですか。で、まあ、船橋は比較的どっちかというとまだ小回りじゃないですか。ってことで、僕はね、ペーシャ S は直線長くて広い競馬場の方がいいと思うんですよね。で、従来の名古屋競馬場は小回りだったんで、まあ、いらなかったと思うんですけども、今回名古屋競馬場は、本当に直線が長くてすごい広くなったんでね、ペーシャ S には正直僕追い風だと思いますよ。で、距離も2100m ですよね。まあ、2500m だったらちょっときついかもしれないんですけども、うん、十分僕は適性あると思いますよ、この馬。って感じですね。で、まあ、お次がラーゴムですか。まあ、ダートに、なってからは、まあ、地方競馬場はすごい安定して走ってますよね。白山大賞典2着、浦和記念2着で、まあ、今回ここに来ると、結論から言うと、まあ、別に馬はいいんですよ。でもラーゴムってこれ浦和記念から中一周なんですよね。まあ、要するに間隔が詰まってますと。で、これね、一緒にやろうと思ってた、まあ、K.I. パープルもそうなんですけど、この2頭って、まあ、同じようなローテを歩んできて、共にね、浦和記念から中一周なんですよ。ちょっと感覚がどうかなって思うんですよね。で、このラーゴムにしても、その K.I. パープル、この2頭にしても、走るときは走るんですけども、負けるときって結構ね、人気背負って惨敗してるんですよ。例えばこのラーゴムプロキオンステークス一番人気で12着ですよね。で、この K.I. パープルも、まあ、一番人気4着、一番人気5着とか、まあ結構負けてるんですよ。なので僕、この2頭は結構ね、似たり寄ったりの馬なので、どっちがね、軸とは言わないです。ただ、僕はね、2頭とも、この名古屋競馬場は問題ないと思いますよ。そんなに割引く必要ないんですけども、まあ、特にね、この K.I. パープルに関しては、負け、構想、負け、勝ち、負けっていうように、その丸×馬っていうんですかね。1回走ったら1回負けるみたいな、それこそですね、チャンピオンズカップで負けた帝王ケインズがまさにその馬ですよね。丸×馬って呼んでるんですけども、
まあ、K.I. パープルはそれを考えると、まあ、今回はね、前回惨敗したるんで、まあ、走る番かなと。で、まあ、ラーゴンも地方競馬場に関してはですね、まあ、安定してるんで、別にね、絶対的に外す要素はないかなと思うんで、全然勝っていいかなと思います。じゃあね、お前他にどの穴馬も狙ってるんだって言われましたら、今回の中央馬で、なんていうんですかね、確固たる強い馬、軸馬っていうのが僕いないと思ってるんですよね。ってことで、狙うは、セイカ・メテオ・ポリスですね。前走は JBC クラシック大敗してしまいましたけども、今回何がいいって鞍上です。鞍上の吉原騎手です。で、この鞍上の吉原騎手って、まあ、金沢の方じゃないですか。で、この名古屋の重賞、そのグレード制じゃなくて、例えばこの東海菊花賞とか、こういった地元の重賞を、なんと名古屋競馬場の重賞で一番ね、実は勝ってるのは今、吉原騎手なんですよ。名古屋とか笠松のジョッキーでもなく、吉原騎手が名古屋で今一番重賞勝ってるんですよね。移転してから。ってぐらい、もう名古屋競馬場を完璧に乗りこなしてるんですよね。これが、まあ、セイカメテオポリスの全成績なんですけども、まあ、構想はしてるんですけども、まあ、勝てないと。でも、この白山大商店も4着になって、上がり最速を使ってるわけですよね。まあ、JBC クラシックも後ろに行っちゃいましたと。ということは、じゃあどういうことかと言いますと、僕はもう一つ、前目でポジションを取って競馬したらすごい面白いと思うんですよね。で、別にじゃあ今回その絶対的に逃げたい馬っていうのもいないですし、吉原騎手なんでですね、すごい名古屋の馬場ももう何度も乗ってるんで分かってると思います。ってことでですね、まあ中央馬がそんなにね、めちゃめちゃ安定感いる馬もいないんで、どれかはね、まあ凡走するだろうと考えたら、まあ聖火メトロポリス一発あるんじゃないですか、全然。はあ、吉原騎手のまたね、上騎乗が炸裂するかなと僕は思ってますんで、聖火メトロポリスは狙いたい穴馬です。で、あと、まあ、中央馬で言うと、クリンチャーも、まあ、外せないですよね。まあ、この馬はね、ですね、右回りはめっぽう強くて安定してるんですが、今回、鞍上です。このクリンチャーって僕、川田騎手じゃないとダメだと思ってて、実際、川田騎手じゃないと、ほとんど走んないんですよね。で、川田騎手はですね、まあ、香港行く予定で、まあ、結局はですね、まあ、コロナになってどの道乗れないんですけども、まあ、藤岡騎手じゃないですか。いやー、藤岡騎手僕、合ってないと思うんですよね、この馬。またね、前走みたいにね、無駄に下げてしまって、なんかね、追い込めない気がするんですよ。で、別にね、この名古屋競馬場、外枠は全く問題ないです。むしろ外枠の方がいいぐらいです。でもね、藤岡騎手乗れるかな、この競馬場。ちょっとね、また無駄に後ろに下げてしまって、なんか届かないって感じがするんで、まあ、このクリンチャーがね、川田騎手だったら、まあ、なんなら本命にしてもよかったんですけど、って感じですね。で、あとまあ、最後の中央馬、バンヤール行きましょうか。まあ、一応ね、上京戦で走ってて、実はね、このバンヤール、旧名古屋競馬場を、まあ、2回走って2回勝ってるんですよね。ってことで、一応ね、地方適性はあるんですよ。でも、それはあくまで、旧名古屋競馬場で、今回の競馬場はもちろん初めてなんですよね。なんならですね、中央馬全部、まあ、新しい名古屋競馬場を走るのは初めてなんですよね。ってことで、まあ、その辺が不安があって、まあどうなんですかね、うまく乗れば面白いかなと思うんですけどもね、別にこの馬を本命にする理由もないですし、まあ紐で人気ないなら買ってもいいかなって感じですね。あとね、触れてないところで言うと、この高城谷の旅とのね、この現名古屋競馬走った組ですよね。まあこの高城に関しては、まあ東海菊花賞3着になって、まあもともとはですね、難関に走ってた馬なんですけども、まあさすがにちょっと力が足らないだろうと。で、この谷の旅ともですね、まあ多分、地元で一番今期待されている馬なんですけども、まあちょっと力が足んないかなと。で、この東海菊花賞を買ったこのコバルトウィングっていうじゃないですか、これが出てきたらね、僕すごい面白いと思ったんですけども、ちょっとね、このレースの離れた3着馬4着馬じゃさすがにちょっと力が足らないかなと思いますね。はい、ということですね、最後印をつけさせていただきます。今回こんな感じですね。本命はセイカメテオポリスです。で、対抗ありません。正直言って、別に中央馬どれが抜けてるかって言われたら、別にどれも抜けてるとは思わないですし、だったらね、もうセイカメテオポリスから中央馬にね、流せばいいんじゃないかなと思いますね。まあこれでね、固く決まったら固く決まったら仕方ないですし、僕はね、一波乱全然あると思ってるんで、セイカメテオポリスの吉原騎手に期待いたしますね。って感じで終わりたいと思います。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初にも言ったように、ブログを、更新しておきますので、ぜひお願いいたします。お気に入りとか、ブックマークをしてもらえるとありがたいです。はい、本日はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。